ウィリアム・バーフィン。ウィリアム・バーフィンは、イングランドの探検家、航海者。彼の前半生については何も分かっていないが、ロンドンで仮想階級に生まれたこと、自身の勤勉さと不屈の精神で次第に頭角を、表したことが推測されている。彼の名前が最も古くに登場するのは1612年で、北西航路を探す旅の主任の水崎案内人として、 ジェームズ・ホール船長に雇われた。ホールはグリーンランド西岸で先住民と争い殺されたため、バフィンはその年から2年間をスピッツベルゲン島で捕鯨業に従事した。1615年、バフィンは北西航路を探す会社に入社し、小さな船ディスカバリー号のロバート・バイロット船長に水先案内人として同行した。この時にハドソン海峡を調査した。 この航海におけるバフィンの天文学知識やその正確さは2世紀後に同じ場所を通ったウィリアム・エドワード・パリー教によって確認された。同じ年のうちに再度ディスカバリー号で航海に出、デイビス海峡を通ってバフィン島の北に旅行を見つけた。この時発見した海峡のいくつかには航海の講演者にちなみ、ランカスター海峡、スミス海峡、ジョーンズイリへの名を付けた。 彼は、ジョン・デイビスがやってきた時よりも300マイル北方に降り、以後236年間バフィンを超えた者は現れなかった。彼は望みを抱いていたものの、北西航路でインドへ向かうルートの調査は打ち切られた。バフィンは、イギリス東インド会社の仕事につき、1617年から1619年まで、英領インドのスーラトへ向かった。 彼がこの公海で行った公海とペルシャ湾の見聞は東インド会社に非常に有益なものとなった。1620年代初めイングランドとペルシャの戦いがゲシュムジ島で起こっていた最中に再びホルムズ海峡に向かったが戦闘で重傷を負い死亡した。バフィン湾とバフィン島は後年になって彼にちなみ名付けられた。ありがとうございます。